ャンカルロ・スタントン、鈍足を酷評される。34歳のスタントンは近年、ふくらはぎ、ハムストリング、大腿四頭筋など下半身に問題を抱えているとしている。この4年間は一度も盗塁がなく、たびたび鈍足ぶりが話題になっている。アーロン・ブーン監督、彼はやるべきことをやらなければならない。彼はできるだけ自然なやり方でトップスピードに到達しようと最善を尽くしている。走れるアダム・ダン、と評された新人の頃が懐かしいよ。短期決戦で負けられないプレイオフにおいてあの走力は見てて気になる。この2戦でスタントンでなければ一塁セーフになっていた頃が3、4度はある。PS だけの成績ならそれほど悪くないスタントンゆえに、首脳陣は非常に悩ましいところだろう。ジャンカルロ・スタントンに関しては完全に重たい筋肉をつけすぎて柔軟性とキレとスピードを失ったね。怪我もしやすくなったし選手生命もこのままだと短いだろうね。典型的な三振かホームランかの打者。デメリットを掘り下げたらいくらでも出るだろうが、それよりもメリットが多いと判断して契約してるのではないのか。もともと、鈍足だし、足に故障を抱えているから、仕方ないのでは、スタントンとジャッジのおかげでポストシーズンに進出できたのに、ニューヨークのファンは厳しいね。足を怪我して回復しても全力で走ることが困難になることもある。ただ単純に鈍足とケチをつけ、PS に支障が出るとかケチのはいかがなものかと。年俸が年俸だけに、NYY のファンはいくらレギュラーシーズンで2桁ホームランを打ってると言っても打率は低空飛行で走れん守る連となれば不満が溜まりまくってるんやろな。出している給料は諦めスタントンを引っ込めて、若い元気の良い選手を使え。パワーだけ頼りののろまなヤンキースはいつまで経っても変わらない。走らなくていいようにホームランを打てばいいんだよ。そして、ゆったりベースラン。なんならバットを杖代わりにして。にしてもメジャーって契約下手だよね。ソトや大谷と、レンドンやスタントンの一過性の違いってわからんものかな。ヤンキースタジアムは左打者が有利なんだから、DH は左打者を取らないとだよ。